押し込めた気持ちを我慢していた気持ちを吐き出すかのように私突然泣き出した。小さなこの部屋は息が続かなくなるの。後ろ振り返る後ずさりね、どうしよう。私の泣き言好き、嬉しい話気に入らない、悪口はもっと好きみたいね。そんなあなたも私は嫌い。前歯をなくしたウサギは耳も背中もぶん断たれて、青く茂る広い草原を走る力もなく死んでゆく。尻尾をなくした私は前に進むためにここにいる。だからもう少し笑ってないで、たまにきつく叱ってみせて。毎日窮屈で困ってしまったら、優しく手を差し伸べてくれる友達。私はあなたのこと何でもわかるのよ。だからいつでもいてねなんて嘘つき。夜の長電話好き、繋ぎ止めるもの必要なの。でもそんなことばっか言ってる意固地な自分が嫌わない。両髭で切られた親猫、右も左も見えなくて、愛する元へと行けずに一人泣くこともなく立ちすくむ。猫背を直した私は上を向くためにここにいる。だからもう少し笑ってないで、たまにきつく叱ってみせて。ありがとうございました。愛子さんの悪口という、悪口か悪口かちょっとその辺は分かりませんが、悪口でしょうね、歌わさせていただきました失礼、桜の木の下という、アルバムに入ってございます。桜の木の下ってこれ2枚目のアルバムじゃなかったでしたっけね。まあ、いわゆる出世作みたいなことですね。カブトムシが入ってるアルバムですもんね、なんか本当、一発で撮ったような空気感の、あの楽器を演奏する方と一緒にワン、ツー、スリー、フォーって始め待ってるような感じなんですけど、まあ、実際それがね、同時にこうレコーディングしてるかとかは分かんないですけど、なんか見事にそんなような空気感が出ていて、一発撮りな感じが僕は大好きですね。で今日はですね、5月最後の日ということで、まあ、撮ってるのは全然前なんですけど、全然でもないけど、本当に今月もたくさんのご視聴とたくさんのコメント本当にありがとうございました。本当に皆さんがこう聞いてくださるっていうことがね、僕の励みになってますの でこれ毎回言ってますけど、毎月言います、ずっと言います。もうその感謝が僕のこの原動力なんでね、なのでこれから
次の曲はシャツを着替えてね歌うっていうことになるんですけども本当にあの皆さんの温かいコメントはね、励みになってますので、そういった最後の楽曲が悪口ってね、どういうことだって話だと思うんですけども、まあ、あの僕が選んでるというよりはシャッフルで出てきた曲をこう順番に、歌っているって感じなんで、まあ、たまたまなんですけども、まあ、あの優しい言葉ばっかりじゃなくて、皆さん歌詞ありましたよね、たまにきつく叱ってくださいみたいな、逆にこっち、皆さんからも悪口もたまに来てよっていう感じですかね。ただのおやつは嫌ですけどただの悪口は別に欲しくはないですけど、たまにきつく叱っていただけるなら、それは大歓迎でもないけどちょっとしくったな、これはあんまり、忘れてくださって大丈夫です、はい、ただ僕から皆さんに悪口なんて一つもないので、もう どの、コメントもですね、皆さんがこう聞いていただいて、残してくださったものなので、ありがたく真摯に受け止めて、これからも、ね、自分の糧にして頑張っていきたいなと思いますので、また来月もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。